はいどうも、なおちんです。さあ今日もゼルダの伝説をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ皆さん、盾何を装備してますか？今回のゼルダ、盾は守るだけではなくっていろんな使い方があります。その中でも便利だった3つを紹介していきたいと思います。それではまず1つ目、これがね結構便利ですね。ロケットの盾です、ロケットを盾にくっつけたやつなんですけども、これ2つの使い方があって、まず普通にガードします。そうすると上に飛び上がるんだよね。で、上に飛び上がった時に弓で攻撃をしてやればスローモーションになってすごく当てやすくなります。これね、強敵と戦う時でこれかなり使えるのでロケットはいいですね。で、さらにロケットにはもう一つ、使い方があって、それが縦サーフィンだね。ロケットを、つけたやつで縦サーフィンをしますとシューッといけるんだよね。ちょっと転んじゃったけども、これで、高速移動が可能になりまして、探索がすごくはかどります。まあロケットはものすごい数必要になるんだけども、まあこの方法を覚えておくとかなり楽しくなりますよ。続いて便利だった盾2つ目、これです。翼ですね。翼をつけた翼盾となります。これもねかなり便利で、使い方としては縦サーフィンですね。縦サーフィンをこれですると普通の盾よりも若干高く飛び上がることができます。なのでこの時に、弓を使うとストップモーションで攻撃をすることができて、結構有利に戦うことができます。まあ、確かにロケットでもこれできるんですよ。でもロケットだったら一回使うと消えちゃいます。でもこの翼だった場合は、盾が壊れるまで何度もできますので、かなりお得です。そして便利だった盾3つ目、これですね。タイマー爆弾をつけた、爆弾盾になります。これもね盾サーフィンです。盾サーフィンをしますと高くジャンプすることができて、ストップモーションで攻撃することができます。で、これ結構高く上がりますので、まあ、ロケットほどじゃないけどね、ロケットほどじゃないけども高く上がるので移動手段としても使うことができます。で、今のはこのねタイマー爆弾をつけてたんだけども、この爆弾花、これでも、使うことができます。ドンと、かなり便利なのでぜひ使ってください。もう使ってる人も多いかな。はい、ということで今日は便利な盾3つ紹介しました。まあ、他にも、便利な使い方あると思いますけども、この3つがね俺は特に、使いやすいなと思いました。やってない方はぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。